はい、本日はですね、バルトルライトジャケットのサイズ感について、話していきたいなというふうに思います。こちらはですね、結構以前から質問とかいただいてて、サイズ感教えてほしいですとかっていうのがあったんで、まず着用動画見てもらって、その後特徴を話していきたいなというふうに思いますので、僕が178センチの65キロで M サイズを着用しているので、その様子をどうぞ。There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever.ということで、着用動画だったんですけども、次はバルトルライトジャケットのそもそもの特徴っていうサイズ感の特徴を、話していきたいなと思います。はい。こんな感じで、いつも通り出してるんですけど、正しいサイズ感っていうのは基本的にないと思いますので、ご自身が好きな着方とか好きな系統があると思うので、それの通り着るのが一番正しいとは思うんですけども、どんな特徴があるかっていうのを話していくと、このダウンジャケット自体が身幅が細くて、着丈が短いっていうのが結構特徴的なダウンジャケットで、ダウンの量が多いっていうのも特徴的にはあるんですけども、その着丈が短くて身幅が狭いっていうのが、どういうことかっていうと、僕はどっちかって言ったら体型的にはちょっと細身なんですけど、そういう細身な方であれば結構身幅に関しては全く問題なくて、僕これ今から見てもらうのが嫁のこれバルトロを着てるんですけど、サイズが XXS って言って僕が M サイズなんで1233つぐらい下のサイズを着ているんですが、それでもジップはこう留めたりもできますし、身幅的には全然問題なくて、ただ着丈がやっぱ短いので、着れないんですけど、そんな感じで細めの方であれば身幅にそんなに問題はないんかなと思うんですが、着丈をちょっと意識したりした方がいいんかなっていうのが、バルトロライトジャケット自体の特徴かなと思うので、例えばちょっとふくよかな人とかやったら丈で合わすっていうよりかはむしろ身幅で合わした方が窮屈じゃなくなると思いますし、ここさえ合ってれば、あとは多少長くてもベルクロで留めたりとかできると思うんですけど、逆に細い方とかは、丈の方で合わせた方が、身幅に関しては多分どれでも入ると思うんですけど、着丈が短いとか足りひんっていうのが結構あったりすると思うので、僕も実際、今 M サイズを持ってるんですけど、S も L も着たことがあって、S サイズに関しては、サイズ感的には全然問題ないんですけど、手をパッて前に伸ばした時に、この袖が足りてなくて、若干こうちょっと手が見えるっていう感じになってたんで、これちょっと小さいかなと思って、丈の問題でやめたっていう感じにして、逆に L サイズに関しては、M サイズさっき見てもらった通り着丈が結構腰のとこジャストっていう感じだったんで、もう少し長くてもいいかなと思ったんですけど、 L に上げることによってダウンの量が増えるので、結構なんていうんですかね、モコモコなその雪だるまというか、昔のロックマンというか、なんかそんな感じで腕だけがごっつい感じになったんで、ちょっとなんかバランス取られへんなと思って、僕が持ってる洋服ではバランスが取りにくかったんで M サイズにした方が、上と上下のバランスが合うので M サイズにしたっていうことになってるんですが、オーバーサイズとかで着たい方とかであれば自分のサイズよりワンサイズ上とかでも、全然問題はないと思うんですけど、そもそもバルトロの形自体がオーバーサイズ用には作ってないので、基本オーバーサイズってサイズ上げれば、肩が落ちるのもちろんそうなんですけど、着丈ももともと長いっていう感じになってると思うんですけど、腰のところのショート丈に合わされてるので、オーバーサイズで着てもその肩とかが異様に大きくなって、丈がそんなに大きくないっていう風になるんかなと思って、僕個人的には、L の方はチョイスしなかったんですけど、パンツを大きくしたりする工夫があれば全然着れるんかなというのは思うので、自分の好きなように着るというのが一番いいと思うんですけど、特徴としては身幅が狭くて着丈が短いっていうのが特徴かなと思います。で、そこから実際サイズを上げたり下げたりすることでどういう変化が起こるかっていうところなんですけど、当たり前なんですけど、サイズを上げることで着丈が少しずつ長くなりますし、サイズを下げることで着丈がどんどん短くなっていくっていう風になるのが特徴かなと思うので、僕がさっき XXS サイズを着用している時も倒的に着丈が短かったと思うんですけど、まあ、それは身幅の問題よりもどっちかというと着丈がギュンとこうちっちゃくなったなっていう印象があって、まあ、M サイズと XXS で身幅がそんなにべらぼうに違うかって言われたらあんま分からなかったんですけど、着丈はもう全然違うかったんで、まあ、丈がやっぱりサイズ感によってだいぶ違うんやろうなっていう感じでは思います。でまあ、それ以外にもダウンのボリュームっていうのも違うのでダウンを入れる量がそもそも異なってくるので L サイズ1サイズ上げるだけでも結構ボンって大きくなったり1サイズ下げるだけでもキュッてちっちゃくなったりとかするので、まあ、自分が普段してるような洋服のファッションの系統に合わせてダウンの量が多い方がいい方もいると思いますし、ダウンの量が少ない方がいい方もいらっしゃると思うので。まあその辺もサイズを変えるだけで結構雰囲気は変わるかなと思います。で、バルトロのダウンジャケット自体がもともとインナーを着るようでは開発されてないので、まあ、中に襟があったりこうフードがこの辺まであるっていう感じになってるので、まあ、例えばパーカーとか着る方であればやっぱり普段着てるジャストサイズよりかはもう一個上を上げといた方が多分着れるとは思うので、僕も実際今 M サイズでバルトロを着てるんですけど、中にパーカーを着ようと思ったりちょっと分厚めのフードのやつ着ようと思ったらちょっと窮屈には感じるので、まあ、もし僕がパーカー着るんやったら L サイズの方がいいんやろうなっていう感じではあります。はい、という感じになってるので、まあ、総括すると、まあ、サイズが大きい方から小さい方にこうどんどんなると、まあ、丈がどんどん短くなっていってダウンのボリュームも小さくなっていくので、まあ、その分だけちょっとスタイリッシュさはあると思うんですけど、まあ、サイズを上げれば上げる分だけ、まあ、ゆとりが出てきて、まあ、さらにダウンの量も増えるっていう感じになってくるので、見栄えが全然変わってくるっていう感じにはなってます。なので僕も XXS を着てから M を着るとだいぶ腕回りとかがダウンの量が多くてモワモワしてる感じはやっぱり見えるので、綺麗さっていうのはやっぱりサイズを下げれば下げるだけ綺麗にはなると思うんですけど、もともとがショート丈なんであんまり下げすぎるとやっぱ短すぎて変になると思うので、まあ、その辺はちょっと難しいんですが、細い方であれば基本的に身幅ってどのサイズでも入ると思うので、あとは着丈だけとか袖丈で決めるっていう感じになると思いますし、まあ、逆にちょっとふくよかな方っていうのは、まあ、丈で合わすよりもどっちかっていうと身幅で合わせた方がやっぱり胸筋がちょっとあったりとかちょっとこの辺がごつい方とかやったらここをベースに合わされた方が、まあ、サイズ的にはいいんじゃないかなというのはもう個人的には思います。ということで、まあ、視聴者の方から結構質問とかで何センチで何キロなんですけど何がいいと思いますかっていただいたりすること結構あるんですけど、まあ、それこそ僕去年だけでも数百件ぐらい質問されていただいてるんですけど、まあ、あくまでやっぱり人によって手の長さ、例えば170センチだっても手が長い方もいらっしゃれば手が短い人もいてるし、例えば170センチ60キロが2人いてても片方は筋肉質な人ともう片方はちょっと筋肉がなくてぽよぽよしてる人では全然サイズ感って異なってくるので、身長と体重だけでは正直そのサイズ感ってわからないので、まあ、ご自身が自分一番多分わかると思うので、まあ、自分の胸筋やったらこれは入るなとか、あとまあ自分は同じ身長の人と比べると手が長いからワンサイズ上げた方がいいなとかっていうのはそれぞれあると思うので、まあ、僕は基本的にその丈と身幅っていうところで合わせるのがこのバルトロライトジャケットのまあサイズ感としてはいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、というのがですね、まあサイズ感っていう感じになってるので、まあ、できれば試着するのが一番いいとは思うんですけど、これやっぱ人気のジャケットなので試着すらできない方って結構いらっしゃるので、まあ、これをある程度の参考にしてもらえればなと思うので、もう最終的には自分で決めたサイズが一番正しいと思うので、はい、まあ、参考にしていただければなというふうに思います。はい、というのがですね、本日はバルトロライトジャケットのサイズ感について話してみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。